はい、バリアガートランドの寝返りにより第7中隊はほぼ壊滅、ヒュイたちはいずこかに逃亡した模様です。やはり追撃隊に加えるべきではなかったな。アルビダムに連絡しろ。残っている第7西部隊の監視を強めろとな。はい、それで増員要請は？その必要はない。これ以上の増員は邪神軍を刺激することになるからな。では現状の人員で。うん、だがこれ以上の猶予はならん。捜索法を変える。ただ闇雲に探すのでは取り逃がす可能性があるからな。どのように？簡単なことだ。すでに逃亡して1週間、そろそろ物資も底をつき始めているだろうしな。絶対体に悪いですわ。何が？昼間寝て夜中に移動することですわ。仕方ないでしょうが、真っ昼間に歩いたりしたら見つかるでしょ。太陽が恋しいですわ。あんたね。なあなあ。何？うち喉乾いた。水筒の水飲めばいいだろ。そやかでもうないもん。ないって全部飲みましたの？うん。うんってそれだけしかないんだからね。さっきからよく飲んでると思ったら。これだからおバカに持たせるのは反対だったんですわ。なあ、そやからどっかでもらってきて。ダメ。なんで？うち喉乾いた。んなことしたら通報されるだけでしょうが。アリア、地図。え？この辺に川があっただろう。川に行かせるんですか？捜索隊が待ち受けてると思いますが。仕方ないだろ。エスタシアまで水なしで歩くわけにいかないし。それはそうですが。ほな、えん？その代わり、今度はあんまりガブ飲みするなよ。やっと着きましたわ。ほな、うち水汲んでくるな。気をつけんのよ。うん。たく。ルナール！え？誰や？危ないやんか！インジェラ軍。きっと水を得に来ると思っていたぞ。大当たり。なんでそんなに余裕ありますの？さあ。無言にヒューイエルザート。覚悟しろ。やっと私の番ですわ。行くぞ。行くよ。行くぞ。次、やっと私
の番ですわ。行くよ。行くぞ。やっと私の番ですわ。行くよ。何するん。行くぞ。こう。次、次。やっと私の番ですわ。許せませんわ。行くよ。行くぞ。やっと私の番ですわ。行くぞ。こう。行くよ。
攻撃だ。次、次。目が出るじゃんで。やっと私の番ですわ。連れてまいりました。ご苦労。下がっていいよ。はっ。久しぶりだね。元気にしてたか。まあね。どうでもいいですけど、縄は解いていただきたいものですわ。ああ、ごめん。忘れてたよ。これでいいのかな。ふう。やっぱり最低限のマナーは守っていただきたいものですわ。マナーね。本当は縄なんて解いたりしないんだけど。あと残ってる。ありがとうございます。ありがとう。楽になったよ。どういたしまして。さてと、とりあえず事情を教えてもらいたいんだけど。事情？なぜ君たちがここにいるのか。そして、インジェラ同士で戦っていたのか。そんなん簡単やん。うちら軍隊辞めたやもん。軍を辞めた？うん。ほんでルーシエラに入るね。なあヒューポン。うん。つまりルーシエラに寝返りたいってことか。まあそうなりますわね。まったく面倒な話を持ち込んでくれるよ。誰かいるか。この男を人幕に。はっ。ちょっと待ってください。何をするつもりですの。心配することないよ。もう少しちゃんと話を聞きたいだけさ。だったらここで。部下の前だと話しにくいこともあるだろ。ほんまやな。ヒューポンに何もせえへんな。しないよ。絶対やで。ヒューポンに何かあったらうちが許さへんからな。元気がいいね。連れて行け。はっ。もういいよ。君も下がりな。ですが。大丈夫だよ。一応投降を申し込んできてるんですね。わかりました。いいのか。二人きりになって。まあ、君を信用してるからね。その割には部下と咲くんだな。言ったろ、みんなと一緒じゃ話しにくいこともあるだろうって。まあな。さてと、冗談はここまで。なぜインジェラを。いきなりだな。まあね、長々と手順を踏むのは好きじゃないんだ。俺はそっちの方が好きだけど。言っただろう、冗談は抜きだって。あんまりはぐらかすと投降は認められないよ。この時期に投降してくるバカはいない。そういうこと。わざわざ負け組につくバカがいるとは思えないしね。俺を信用してるんじゃなかったの。個人的には信用してるさ。でもそのために上を説得できるかと言われるとね。正直なことで。ああ、だから君にも正直に話してもらいたいんだ。わかったよ。
じゃあ話してもらうよ。なぜインデラを？ある女がいた。女？お前もよく知ってるやつだよ。あの森でな。ああ、あの指揮官か。そいつは生まれた時から人として扱われることはなかった。その出生のためにな。出生？何か障害があるようには見えなかったけど。そんなくだらないことじゃない。価格だよ。価格？暗殺者の家に生まれたんだ。それが、あ、そうだね。君たちはそうだった。でも私が見た時は一軍の指揮官として。父親の働きでな。そしてあいつはそれを手に入れた時決めたんだ。今の生活をきっと守ると。そしてあいつは他人を犠牲にすることを選んだ。悲しいね。俺はずっと思っていたよ。今の生活を維持してやることがそいつらにとって幸せなんだって。でも違った。生まれた時から幸せになる権利すらない人間がいる。幸せになるために誰かを犠牲にするしかない人間もいるか。そしてあいつは死んだ。俺の手の中で。昔捕虜から聞いたことがある。ルーシエラには世襲制もなければ特権階級もない。誰もが自分の歩みたい道を選べるってな。まあね。でもそのための才能は必要だけどね。だがその機会が与えられるだけ幸せだよ。それでその自由のために君は戦うと？いや、それならインジェラに残ればいい。というと？もうすぐこの戦は終わる。インジェラの勝利でな。だろうね。長きにわたる戦い、それが終わった時誰が実権を握るか。俺たち武官だよ。確かに。その後で誰か担ぎ上げて国政を変えていけばいい。みこしに適当な人間もいるしな。そこまで分かっていて、なぜ？なぜか。見てみたいんだ、真実を。真実？なぜこの戦いが起こったのか。そしてどちらに正義があったのか。インジェラとルーシエラ、どっちが正しいのか。歴史は勝者が作ればいい。そして俺にはそれを作ってくれる友もいるしな。敗者の側からしか見えないこともあるか。そういうこと。俺はそれを自分の目で見極めたい。どちらにも正義があったのかもしれないし、ひょっとしたらどこにも正義なんてなかったのかもしれない。ただただ自分なりの真実は見極めることができると思う。自分なりのか。これが俺がインジェラを裏切った理由だよ。なるほどね。でもあの子たちはどうするつもりだい？あの子たち？ああ、ルナールたちのことか。何も君のわがままに付き合わせることはないだろ。ま、あいつらにはあいつらの道を選ばせるよ。軍を辞めるなら辞めたらいいだろうし。わかった。君だと話しにくいこともあるだろうし、私から聞いておくよ。じゃあ。世界を変えるなんて言い出したら少しは考えたけど。合格だよ。君を私の確証として迎え入れさせてもらうよ。ただいま戻りました。